通期としてのハイライトですけれども、売上は150億円、営業利益では 18.8 億円と、前年度と比較しましても大きく飛躍した1年だったと。結果としまして営業利益の部分におきましても今回 12.5% という形で大幅に向上しております。主要事業としてアドテクノロジー事業においては売上で 73.9 億という形で過去最高の売上を記録しております。またメディア事業におきましても 75.9 億という形で、こちらも過去最高の売上を計上しているというところになります。全体で言いますとアドテクノロジー事業とメディア事業がほぼ半々の比率になってきたと。スマートフォン関連の売上ですけれども、こちらも順調に比率の方を増やしておりまして、通期で60億円、全体の比率でいきますと 40% を超えるところまで伸びてきていると。今期の業績予想といたしましては、売上で176億円、営業利益で22億円、当期純利益で13億円というところを想定をしております。営業利益の内訳ですけれども、よりアドテクノロジー事業の比率が増えていくだろうというふうに思っております。トータル利益構成比で言いますと、58%、60% 弱ぐらいがアドテク関連の利益になるだろうと。中長期としての方向性ですけれども、前者としましては引き続きスマートフォン分野への投資を強化をしまして、トップラインの成長を強く意識していきたいというふうに思っております。引き続き、年度ベースで毎年 20% 程度のですね、成長を我々としてはこう志向していきたいというふうに思っております。アドテクノロジー事業におきましては、この SSP の部分をより圧倒的ナンバーワンにしていこうと、それをまずベースに考えていきまして、メディア事業におきましては既存の自社メディア事業にこう加えて、新たな、領域の取り組みを強化していくと。そうすることによって中長期でこう継続して成長していく会社を目指していこうというふうに考えております。